おはようございます。今日もやっていきましょうか。はい、軽いなぁ。ゲームをね、はい。はい。今日は何じゃあね、もう出てると思いますけども。はい。今日はファミリーボム2。ダブルトラブルってまとめて。これはもうね、うるさい。いや、なんか水のがいいなと思って。そう、曲がいいの、曲が。あ、これ、ジャイロ機能があるジャイルで動くのこれもうね、タイトル画面ね、そうですよ。だからそこじゃないですからね、あ、そっかそっか、そうそうそう、タップトゥプレイ、まだまだ、あ、全然いいよ、ナイスですよ、全然ね、まあ、まあ見た目の通りね、まあ泥棒をするという、まあそういうゲームなわけですよ。あ、もう行きますね。あ、でもいいですよ、まあ、どんどんね、先に進んでもらって、え、これ上から見たら、ね、見え目線なの、ね、で、もう例えばこの建物に侵入して、まあ盗むもん盗んで脱出すれば終わりと。ただその中にやっぱり住民とかいるわけですよ。なるほどね、見つからないように行かなきゃいけない。で、走ったりする、まあ、右の下のボタンありますよね、うん、走るボタン走れるんですけど、その物音がしちゃうから見つかっちゃうわけですよね。あ、走って走って、見つかっちゃう、見つかっちゃう、おばあちゃんだからすぐ疲れちゃうんだ。あ、今逃げ切りましたね。あ、取られたって感じなのかな。いや、おばあちゃんね、こっから入れるのか。いや、そこ窓だから入れないですよ。だからもう一回、おばあちゃんが気づいてない時に、うん、行かないといけないです。おー、バチバチ。お、なんか、あれだ、ドキドキするな。ステルスアクションだ。これこそ、これこそね、ダンボールに入るとか。お、隠れられる、ほら。さあ、じゃあ、行きますか。さあ、行きましょう。行ってください、行ってくださいよ。左に、今のうちに行かないとですよ。入って入って。で、その、なんか影とかに隠れないといけないですよ。あ、その、これ、あー、ババババって言っちゃった。ババまだまだ奥ありますから。ババあ、ちょっと本性出たよ。え、ニコさん今すぐね、ババアって言うんだよ、おばあちゃんのこと。あのね、え、おばあちゃん、あのね、敬わないと。確かにバーバって言ってたの。はいはいはい、うん、おばあちゃんのこと、おばあちゃんのことね。そう、それをなんか今ほらちょっとわーって言ったらババアってなっちゃう。だからたまにあれだ、サトルリのことも陰でバーバって言ってないよ。言ってやめてよ、本当に言ったことないですから。え、驚きですよ、私それ。あね、あの時ね、じゃない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 、本当にやめて、言ったことないですから。ダメだよ、それ。すぐバーバっつんだもん。言って、あらば、やめやめやめ。メロさん、結構あれですね。下手くそじゃないですか。ドラゴンセンスねえな、大胆地味ですね、ちょっと。いや、分かった、次は分かった。いけるいける、次こそね。これまさか、まさかここまで引っかかると思ってなかったですから。うん。これ面白いよ、これ。これまだステージ的にはステージ2なんですよ。結構簡単な方ですよね。簡単な方なんです。またチュートリアルをやってるぐらいの感覚ですもんね、普通は。ちょっとおばあちゃんもその上で引き返してくるんで、ちょっと大きめの建物というか物に隠れて、まあ、ね、あ、そうですね、いいですね、いいね、はいはいはい、ばあちゃん、そうそう、おばあちゃん、ね、ばあちゃん、またババアって言うとしたの、言うてね、おばあちゃんで、ばあちゃんのことババアだから、やめましょう、それ言ったことないから、その勝手になんかこうやるのやめましょう、本当に。その光ってるやつを取らない、5個取らなきゃいけない。そう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 、ってことは残り、あ、今3個、それおばあちゃんまた帰ってきてるんで、まず来ておばあちゃんをスルーして、おばあちゃんがまだね、おばあちゃん、何ここフラフラしてるの、ちょっとあれかな、ちょっと怖い、ね、ちょっとね、ちょっとね、まあまあ、無遊病とか、まあ、無遊病っていうか、まあ、まあまあ、あ、コックさんね、コックさん前向いてるんで、これなら大丈夫ですね。え、ズボン盗んじゃったよ、この人。オッケー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 、あし、あとまたね、そのコンロのところにも、はいはいはい、あ、取った、あ、よしよしよし、おい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 、あれまたトイレットペーパー、もうちょっとさっきのとこさ、慎重に入んないといけないから、ね、結構ね、扉が重いんですよ。扉が重いところは、うん、ダッシュしないと、今だ、走っていかなきゃ、扉に向かってダッシュしないと、そうそうそう、ただ、ね、ダッシュしちゃうとバーンと音がするんで逃げちゃうというね、はい、そういうことになってます。え、面白いな、面白いな。さあ、じゃあ次行っちゃいますか。じゃあ、みーこさん、まあ、みーこ得意の本業が出ます、みーこさんの本業じゃないけど、これ面白そうじゃない。ダメだよ、これ。いや、実際にはね、本当生まれてこの方、盗みや窃盗とかしたことないですから、ね、同じこと、まだ盗みで全然一緒か、同じことになるから、本当になんか頭痛が痛いみたいな、頭痛が、そうですよね、ちょっとしたね、カツアゲとかはね、したことないですからね。もうこのね、雰囲気でやられたらちょっとやっぱ、もう払わざるを得ない、ジャンプしろよ、みたいな。そんなね、でも言っていい、それ小銭やん、ねえ、ほら、あ、小銭は興味ないね、小銭にはね、そうかそうか、もうちょっと来た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 、まだ彼だから何か分かんないけど、お、なんか持ってんぞあいつ、怖いな、やられるやられる。で、戻った時にまあこれ早いんじゃない、早いんじゃない。思った以上に、あ、ぐるぐる回ってる、あ、ぐるぐる回ってんだこの人は。あ、チャンス、今だ今だ、あ、かんかん、早く行けないんだ、いや、これはね、こうやってね、後ろ、あ、後ろから行く、さすが高度な技術を、さすが初見でね、できちゃうというピッキングの女王って言われただけあるわ。あ、右下にあるぞ、わーっと、だだだ、こ
完璧だ。あやっぱいつもやってんだろうな。やってんけ。やってないやってない。手慣れてるよね。手慣れてないけど、手口がやっぱ手慣れてる。鍵がかかってる感じがしてる。本当だ。ねえ、あロックドって今呪文系だったからどっかに鍵があるってことだ。うん、あじゃあこの部屋じゃないんじゃない。そうね、出なきゃいけない。あ右側に行けるぞ。あこっちあるじゃん。いけるじゃん、いけるじゃん。あでもなんかいる、なんか動物的な。あ犬だ、犬だ。犬の前。あえっ、おお、またよ。エンジェルフリードドラギー。どうした、何だよこれ。雰囲気じゃねえか。小さい犬だ。あそこまでしか行けないから行けるんだよ。任せて。そうそうそう、ほら。あそういうことだ。そう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 、ほら。あれでもか、あ引っかかるんだそこに。あチャンスじゃんこれ。チャンス、チャンス。おいいよ、おいいよ、いいよ。さすがだな、うめえな。おバカさん、鍵を手に入れたぞ。行くわよ。そっちから行くぞ。やっぱオラウータン対犬はオラウータン勝つだな。オラウータンじゃないし。あ、あ、これで鍵を使ってね。そうそうそう、危ない危ない。よーしよしよし、うまいな、うまいな、やっぱり。うまいな、やっぱり。あすぐやっぱ入る場所を見つけるしね。やっぱ犬の待ち方とかもやっぱ芸術的だったからね。ちょっと待ってよ。あれ使ってるよね、実際リアルでね。あ、だだだ、 OK。あ、じゃあちょうどあったと、鍵がね。あ、あれどうやって取んの？右上？普通に。あのコックさんちょっと間抜けないか。おバカ。さあ、じゃあこれで取ったということで、脱出するまでがやっぱ盗みってことかな。まあ、そうそうそう。無事にね、家帰るまでが盗みだからね。そうそうそう。聞いたことないですよ。遠足みたいな感じで言うんですよ。あ、走った走った。走った走った。よし。あー、いや。これがね、これ最速プレイだから。これ最速プレイ。ね、やっぱこうやってね、あのスピードとか、うん、やっぱ全部回収したいかどうかね、そこが変わってくるわけです。いや、これ面白いぞ、ね、これちょっとほら、やっぱね、ほら善人の俺がやる。私も善人だから。やっぱね、悪いオラウータンは。まあでもオラウータンにしないでください。手癖が悪いオラウータン、ね、人間だし、手癖も悪くないから、本当に。なんか、あ、監視カメラあるよ。なんか、高度なトラップが多いですね、今回は。あ、トイレだ。大事大事。トイレにじゃあまずは。まずね。はい、まあ簡単なところからね。簡単。トイレットペーパー盗んで。え、なんかいる。なんかいかつい人いるぞ。怖い怖い怖い。あ、でも今はまだ範囲じゃないんじゃないですか。黒いところだった。なんかベルトコンベア的な要素が溜めてますね、これ。あ、すごいすごいすごい。あ、まずまだ。なるほど、え、そうやっていくんだ。でも来るよ、来る来るから。これ。なんかやつやった。これ見つかんのかい。それはね。結構。結構その見える範囲広かったですね。思いカメラのところもババっていっちゃえばいい。カメラのところ多分下から。あばば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 ば見えてる限りは。これ全体的なやつをちょっと見ておこう。そうですね、まずはね、やっぱ全体的な。はいはいはい。やっぱいいな、やっぱそういうところからもね、学んでいくわけですね。なんそっちなんもないですね。回れると思ったらもう時間の無駄じゃないからね。あ、でもこれでほら、ほぼほぼ中身が、まあね、分かりやすい。丸見えですから。なるほどね。広がってますよね。え、これってこう、アップとかズームはできないんですよね。勝手にこれやってくれるんですよね。はいはい、この上の工具のボタンなんだろうね。あ、確かに使ってる。カスタムでなんか、要素があるんでしょうね。これなんだろう。これもうガンって入っちゃうから。でも多分下行かないといけないんじゃないかな、多分最終的には。先に行くのかな。下から潜って、あ、見つかった。急げ急げ。あ、でも見つかったからこれしときますよ、多分。あ、ワイヤレスモデルね。お？これドアの後ろ。あ、絶対なんか必要なやつだぞみたいなことでしょ、今喋ったの。怒ってる怒ってる。プン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 してるの。あ、でもみんな混乱してって、なんかいまいち場所をつかめてないんで、今のうちに外出た方がいい。外出ちゃった方がいいかもしれない。多分、これ多分警報鳴りやまないんですよ、これ。なりやまない。なりやまない。あ、なんだなんだ。だから、下からこれをうまいこと開けて、下からこうスッていけば。あ、いいですね。あ、あ、でも見つかるんだ。絶対見つかるんだ、これ。まあ、いかに出たりするんですか。あ、そうですね。あ、グレッチャー。あ、これ奥まで行かなくても、取るもの取ったら取ったらいいよね。いけんのね。あ、クリアはできるのか、うん、そういうこと。じゃあこれ最後なんじゃないの。あ、あ、そうかもしれないですね、うん、じゃあ、ちょっとじゃあまたトイレットペーパーからじゃないですか。ダーン。はい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 。なんでトイレットペーパー。そんな大きな音を出してるの。キーチェーンだ、今回キーチェーンになってた。ちょっと奥行きますか、うん、奥攻めますか。さらにね、スルーしてしまった、うん、このね、ね、今のもう見える範囲ダメですよ、これ思いのほか広いんで怖い怖い怖い。やっぱそのそっと行かないと。なんだ、乗ったら、あ、乗ったらもしかしたらなんか電源切れるんじゃない。切れるんじゃない。あ、切れる切れる。乗ってる間だけなんだ。あ、え、
言ってる間だけこの電源が切れます。でもそれだったらいけないくないあのこれ乗せるんです。多分違う、多分違うよ。あ、なんか荷物があっちにあるんだ。あったね、あったあった。そういうことだ。はぁ、あ、今ね、どうやって。ちょっとちょっと、何考えてんだ。あー、無駄無駄。この人何考えてるのか分かんなかったですよ、今。もうばったり、あとはね、住人とね。まさか、もうまさかのね。完全に鉢合わせしてましたもん。えぇ、ー、みたいな感じでした、今。向こうもびっくりしたでしょうね。何って感じ。こんな感じでどうなってくるんだと思って。壁に壁に。あ、いける。あ、それならいけそうだ。うん。いなくなって、あ、今だ。うん、はぁ、あれ下から行ける。上にもありますよ。下から、あ、違う。なんかでも下からっぽい気がする。あ、見つかった。あー、やられた。変わりましたよ。じゃあこうプロにちょっと見、プロに、プロに、盗みのプロにね。ちょっとあのでもね、センスないなとか言ってたり、盗みのプロではないんですよ。ちょっと次ちょっとさ、打ち合わせのさ、送れますってちょっと、連絡ね、入れとかなくて、リアルなやつですよ。さあ、じゃあ、盗みのプロの、じゃあ、みえこさん。これドアに隠れ、あ、これできますよ。あ、全体見れる。一応全体見れますよ、こうやってやれば。なんだよ。すぐそういうところで気づくんだな。すぐ気づくんだもん。びっくりするわ。さすがだな。やっぱそれ見つかるから、さっき。そうそう、さっき見つかったから、それ多分ダメだ。あの、意外とやっぱその人の、視力舐めたら、ほら、見つかった。ここも見つかっちゃうんだね。確率やっぱ 2.0 以上あるから。2.0! だいぶある。見つかっちゃうよ、それで。見事大体同じ。ねえ、まずね、そんなにないから。ラガンで 2.0 もね。やばいですよ。ただもう、コンタクト入れてですからね。コンタクト入れて 2.0 ないけどさ。今ちょっとまだいるから、今入っちゃうとあれ見つかっちゃう。大丈夫。そうそう。定位置にあの人がいなくなってから、あ、やっぱりちゃんと。あの人を乗せるっていうこともできるのかな。あ、でも、人を乗せることも一応できるんですね。できるんだ。まあ、じゃあちょっと、あの人がどの辺まで行って、あ、やっぱ移動するんだ、あの下の人もね。そうだね。で、真ん前からやっぱ移動していなくなったところから入っていかないと。さあ、もうこれでもう大体ネタはね、全部上がったんで、これやっぱもう、ベテランのみーこさんならもういとも簡単ですよ。これ朝飯前ですよ。ちょっとじゃあ一旦でこうやってね、うん、あ、やべやべ、あ、また、あ、出ないです。あー、まあ今大至急ね、あの生物学者の人も生物学者、え、なんで後ろからも来たんだけど。待って、分かったよ。私はね、この攻略をもう分かった。あ、いるいる、あのよく言うよね。あ、分かった、もう分かった、分かった、もう分かった、もう分かった。任せて。で、また失敗するやつでしょ、これ。いけるいける、大丈夫なんだよ。ちなみにこの工具は何なんだろう。あ、アイテム、普通になんか使えるんだよ。そうね、ボブツールベルトって、あの、何にスクショしているんですか。いや、じゃあ、あの、代わりに出てもらえないかな。動画止めろって話だけどね。そうなんですけど、でもちょっと、まあ、皆さんにお届けするのも、ね、そうそうそう、大事だからね。リアルタイムだもん。そうですよ。収録と思ったら大間違いだもん。リアルタイムリアルタイムなんですさあ、じゃあ、あ、じゃあ一回あの人をスルーしていきましょうか。さあ、早い。おもしろい、いける。さあ、ここで、取る。で、下の人もね、今どこにいるか大事だから。あ、ちょっと、なんで話した、間違えちゃった。大丈夫。ああ、そう。ね、あの、今ご視聴の皆さんも、何やってんだよって。ちょっと今思ったと思う。ごめんなさい。ちょっと、自分でも思ったから。行こう。でもね、大丈夫。ここまで、今ね、上の人たちの段階取れたら、とりあえずね、そうそう、まあ、もうね、簡単な。スモールステップでやっぱ行かないとね。まだやってたの？もう LINE 一つ切り打ち終わってるから、もう目黒さんも。やばい。ギリや、ギリ。まだ来てるよ、まだ来てるよ。さあ、じゃあ下から。行こう。まあ、とりあえず上行こう。上に行ってね。で、上に行って一回ちょっと待とう。その人するしよ。いるよ、下にまだいるから。右端に行けば。ちょっと待って、右端ってどこだ？そうそうそう、壁のね、もうみんなは分かってるんだ。みんなのとこ、みんなは分かってるんだけど、あの壁は今あの右上のおじさんがいるところあたりは死角なので、うん、一旦ね。え、ここってことですか？ここから。おじさんがいるとこ、そうそう、その辺は一旦死角になるから、ね、おじさんはそこで一回スルーすんだ。あ、なるほどね。え、ちょっと待って、今だかつて天の声をこれほどサポートしたことあるんだ。天の声、基本的にね、一緒に考える人だから。サポートとかしないから。そう、今のうちにあのおじさんのそうそう下のぐらいに行けば一旦ここでね、ここスルーできて、そっち行ってこれを動かすんだよ。そうそう、で今はい、行け、行け、いや、そこ行けんだよ、今。そう、じゃあ、違う、大丈夫か。ああこれ行けんのか。俺分かったよ。ちょっと待って、ちょっと待って、
むずいぞこれ。あのね、分かった人はね、これ盗みのプロだからね。盗みのプロ、これ盗みのプロだから。私はほら盗みのプロじゃないから。そう。